皆さんこんにちは、ペネロペです。お元気ですか？今日はですね、前にも一回やった最近私が覚えたフランス語の第2弾やっていきたいと思います。で、前回は確か10個やったんですけど、ちょっと時間的にも長くて編集も大変だったし、多分皆さんも見てて飽き飽きしちゃったんじゃないかなって思うので、今日は4つに絞ってやっていきたいと思います。4つです。で、まあ今回もなかなかに使えそうな単語というか表現を選んでみたので、ぜひよかったら見てみてください。はい、じゃあまず、はい、早速いきます。はい、早速いきましょう。一つ目、 C'est difficilement explicable. C'est difficilement explicable. はい、これはですね、どういう意味かというと、説明しづらいっていう意味だと思うんですよ。っていうか、そうなんですよ。説明しづらい、説明しにくい、あ、説明が難しいんだけどねとかいう時に、あ、en fait c'est difficilement explicable mais みたいな感じで、まあ difficilement っていうのが、まあ、難しくっていう、その副詞ですよね。で explicable っていうのは、まあ、説明ができるっていう形容詞だから、それ合わさって、まあ、説明が難しくできるっていう意味、直訳すると。でもちょっとそれだと分かりづらいし、なんかややこしいから、日本語で自然な風に言うと、説明しづらいっていう意味になります。はい、はい、2つ目はセコンドグレー。これ発音がちょっとしづらくて、なかなかうまくできてる自信ないんですけど、セコンドグレー、これはなんか本当じゃないことを言った時にすごんでかえって言います。なんかちょっと説明がしづらい、ディフィシルもエクスプリカブルなんだけど、例えばすごい大雨が降ってる時に、なんかすごいうんざりしたような感じで、あ、今日は本当に天気がいいねみたいな風に言った時に、これはすごんでかえだねって、なんか本心じゃなくてもう真逆のことを言ってるような時のこと。あと、なんだろうな、例えばじゃあなんか、いや、なんか君全然フランス語できないよねみたいに言われた時に、真に受けるんじゃなくて、なんか本当はそう思ってないこと言ってるでしょみたいな、ツゴンドゥグレ。次、3番目、 Si ça se trouve、 Si ça se trouve、 これでもしかしたらっていう意味です。文章の前とかに出てきても、まあそういう意味で取って大丈夫だと思います。つまり最後、電車とか、あ、飛行機とかに乗ってて、ちょっと耳が変な感じするときあるじゃないですか。あの、飴とか舐めれば治るやつ、あ、ちょっとなんか耳が変みたいな、あれのことをなんて言うのかっていうと、 Les oreilles bouchées、 bouchées、 Les oreilles bouchées って言うらしいです。 bouchées っていうのが線が詰まってるとか、そういう意味なんですけど、耳がこう塞がってる、耳にこう線が詰められちゃってるような感じのイメージで、電車とかに乗るときに耳が変な感じがするっていう時のことをレゾガイブシェって言うらしいです。最近習ったフランス語以上です。なるべく、まあ、使えそうな表現を選んでみましたので、もし使う機会があったらぜひ思い出して使ってみてください。今日もご視聴いただいてありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。セコンドグレー、セコンドグレー、セコンドグレー。